皆さんこんにちは、しほです。今日は私の最近の購入品をまとめてご紹介したいなと思います。産後はですね、ほぼオンラインでお買い物をしていて、普段から愛用させてもらっている楽天市場をフル活用しています。で、今回楽天市場さんとのコラボの動画にはなるんですが、日用品から産後で足りなかったなと思ったベビーグッズ、いろいろ買ったものがあるので、そちらをご紹介できたらいいなと思っています。そしてこの動画が公開されている時は楽天スーパーセール期間中です。で、楽天では楽天スーパーセール以外にもお買い物マラソンだったり、0と5のつく日はポイントが、ね、お得にゲットできたりっていういろいろイベントをやっていて、お買い物マラソンはね、購入店舗が増えるごとに購入金額全部に対してポイント倍率がね加算されていて、本当にお得にお買い物ができます。私も普段からこういったイベントのタイミングを狙っていろいろ買いたいものとかをピックアップするようにしています。今回ね、購入品ももちろんなんですが、普段私がどんな風に使っているか、お得に買い物できるかもご紹介できたらいいなと思っています。ぜひ最後までご覧ください。それではスタート。はい、ということで日用品からまずはね、購入品ご紹介していきたいなと思います。こちらは楽天24という楽天の総合店で購入したものになります。ヒール商品なども多いので、かなりポイントとかもお得にゲットできる店舗なので、私は日用品などをここでまとめて購入することが結構あります。サラサです。洗濯洗剤と柔軟剤を買いました。で、これは、リピートになるんですが、視聴者さんにすごくサラサの香りいいよっておすすめしていただいて、本当に使ってみていい香りだし、今赤ちゃん用のものをとりあえずこれ使ってるんですが、大人にも使えるし子供にもどちらにも使えるので、これはもう家族の服全部これにしちゃおうという話になって、こちらを今使っています。ビジョンの哺乳瓶野菜洗いの洗剤です。これは詰め替え用になるんですが、ポンプタイプのものを使って、いつも哺乳瓶だったり搾乳器だったり、毎日すごい回数やっぱり哺乳瓶洗ったりするのですぐなくなっちゃうので、このめちゃくちゃ大きいサイズを買っておきました。ビジョンのベビーソープです。ベビーソープ何使ってますかっていうのを結構いただいていたんですけど、とりあえずこのビジョンのものを今は使っております。ちなみに弱酸性、無着色、無香料、パラベンフリーとなっている商品です。沐浴剤ではなくこういう泡ソープを使うようにしています。ガラスマジックリンです。これはね、ちょうど切れていたので買っておきました。深さボトルジョイの超特大の10回分入っている詰め替えボトルです。で、最近電動のソープのものを使ってたんですが、このね、逆さボトルが気になって買いました。すごく使いやすかったし、このボトル自体も周りのラベルを外しちゃえばかなりシンプルなのでいいなと思ってこちらを使っています。で、前使ってたものももちろん取っといてあるんですけど、ちょっとこっちかなり使いやすいし、夫もねすごく気に入っているので、しばらくはこれを使っていこうかなと思っています。で、香りは1回目はドラッグストアで香りを香ってから買ったんですけど、緑茶の香りが私的にすごく好きだったので、この緑茶の香りを私は使っています。で、こちら飲料類を買ったので紹介します。爽快ドリンクの楽天市場店というお店で買いました。ここ結構私もよく使っているお店なんですけど、ご紹介します。こちらちょっと今3本だけ持ってきてあるんですけど、お水をケースで買いました。こちらのイロハスのラベルレスのものを買いましたね。で、ここのお店結構ラベルレスのものとか売ってたり、結構安いしポイントとかもお得に貯められるので、このお店でよく使っています。こちらのカゴメの野菜生活オリジナルを買いましたね。やっぱ産後結構栄養持ってかれちゃっているなって思ったので、これでちょっと野菜とかビタミンとかをしっかり摂取したいなと思って買ったものです。このカップスープのバラエティボックス30個入りのものです。コーンクリーム、ポタージュ、オニオンコンソメが入っているものになります。今はとにかく楽したいので
こういうのを買ってスープは済ませようと思って買ったものになります。はい、続いてはネットベビーワールド楽天市場店というお店で購入したものをご紹介します。で、今回買ったものはちょっと少ないんですけど、実はここ9月の楽天スーパーセール期間中にベビーカーとチャイルドシートを買ったお店で、結構ね、赤ちゃんグッズとかがまとめて購入できるので、このお店は結構覗くようにしています。まず一つ目がこちらの搾乳機を購入しました。こちらの搾乳機はメデラのものなんですが、私が出産した産院で使っていて、私結構おっぱいがねカチカチになってしまって悩んでいたので、助産師さんがこれ貸してくれて、これで搾乳するといいよということで搾乳機を借りてたんですけど、家に帰ってからは買ってなくてなかったので、入院中に同じものを買っておきました。なので、まあ、家帰ってきてからはこれをねずっと毎日使っています。あとそれと一緒に搾乳したね母乳をね、凍らせておける袋とかもねここでも買えるので、そういうのもまとめて買っておいたものになります。はい、最近の私の完全に相棒になっています。じゃじゃん、こちらも購入しました。ベビービョルンの抱っこ紐です。で、カラーは私はこのシルバーというカラーにしました。抱っこ紐は3000に1回実店舗に行って見ていて試したりしたんですけど、店員さんにもベビービョルンのものが多分あなたの体型には合うと思うよって言われたのと、まあ色味だったりあとメッシュ素材で通気性が良かったりとかいろいろ見て、私はとりあえずこのベビービョルンを購入しました。新生児から使えますし、やっぱ抱っこ紐をまだまだすごい使っているわけではないんですけど、もっとねこれから活躍してくるとは思うんですけど、またちょっといろいろ使用感とかレビューできたらいいなとは思っています。ちなみに先ほど言ったんですけど、チャイルドシートとベビーカーもこちらの店舗で購入して、チャイルドシートはこちらのコンビのものを使っていて、ベビーカーはこのサイベックスのメリオカーボンのすごく軽いものにしました。見た目がすごくスタイリッシュでいいなと思ったのと、実店舗でもねいろいろ見たんですけど、すごくおすすめされたしいろいろ見てこちらにすることにしました。あとベビーグッズ続きなんですが、おむつ替えシートも購入しました。じゃじゃん、こちらですね。こうやってまとめられるもので、この星柄のものになっています。で、おむつ替えシート欲しいですよって結構いただいていて、買わなきゃ買わなきゃと思って、産後やっぱり必要だなと思い買いました。普段はなんかこういらなくなったバスタオルとかを敷いて使ってたんですけど、やっぱこれもあった方がいいなと思って買ったのと、こう小さく折りたためるので持ち運びもしやすいし、こう実際にちょっと病院に行った時外でおむつ替えたりしたんですけど、やっぱこういうのあった方がいいなと思いましたね。それからこれはスモルビの手首サポーターというものになります。この手首がめちゃくちゃやられてしまって、あと手もすごいむくみやすくて、やっぱ手を動かす回数が3000に比べてもう圧倒的に増えたので、探して買ってみました。こんな感じになっていて、ここにマジックテープ、ここにねついてるんですけど、ここに指を引っ掛けてこういう風にこっち側に巻くこともできるし、逆側にすればこんな感じ、内側をサポートして使うことができる手首サポーターになっています。ほんと一時こう力がこううまく入らなくなっちゃった時もあったし、手がむくみすぎて本当にね手がこう痛いんですよね。で、3000も結構私手がすごいむくみやすかったので毎日痛いんですが、この手首サポーターを巻いて赤ちゃんのお世話をするようにしています。でもこれがあるだけで本当にこう支えられるし、手がガクガクしちゃうのも取り除けるので、これめちゃくちゃ買ってよかったです。そしてですね、今もちょっと使っているんですが、おいしょ、じゃじゃん、こちらの便座クッションです。これはですね、もう産後すぐ入院中は病院にあったんですけど、我が家にはないと思って買いました。で、周りの友達とかに聞いたら、退院する頃には平気になってたよっていう子が多くて、じゃあなくていいかなと思っていたんですけど、またね出産エピソードとかでも話そうと思うんですけど、私結構赤ちゃんが大きかったりして結構こうね
大変だったので、ちょっと治りがなかなかで、家にいる時ももう円座がないと本当に今は辛いです。家にいる時は、座る時は必ず円座クッションを持って今は生活しています。で、この円座クッションがね、すごいね、累計販売1万個突破とかすごい1位を獲得していて、すごく良さそうだったので使ってるんですが、結構ね、弾力があって、あまり沈みすぎないし、真ん中もしっかり空洞が空いているので、安心して座れます。結構円座クッションってただのこうまん丸のものが多いと思うんですが、これはね、結構こう楕円というか、もうほんとトイレの形なので、結構座りやすくて安心して座れるので、本当にこれは買ってよかったと思います。で、おまけにこれ助産師さんが監修しているみたいで、かなりいろいろ考えられて作られてるみたいだし、ここにこう持ち手があるので、もう家中これを持って置いて座って私は今生活しています。で、カバーもね、チャックがついていて洗えるので衛生的に使えますし、本当にこれもね、先ほどのサポーターと続いて、なんか自分ケアのものになってしまうんですけど、買ってよかったなと思っているものです。続いてはこちら、こちらもケア商品なんですが、こちらがルルドハンドケアハンドマッサージ機になります。ずっとこれ欲しいなと思っていて、楽天の中のお気に入りってところにずっとずっと入れていて、いつか買おういつか買おうと思っていたんですが、産後やっと購入しました。むくみに限らずパソコン作業することが多いので、手はね、結構疲れやすかったから、いつか買いたいなとは思っていたんですけど、なかなか買ってなくて、はい、買ったものになります。ちょっと今このコンセント抜いてるんですけど、ここにコンセント挿すとこがあって、ここに挿して使えるものになります。黒と白とピンクがあって、私は白にしました。これがですね、全体コースと指先コースっていうものがあるので、指先だけをこうマッサージしたりとか、手のこの平の部分とかもマッサージできるので、これで結構こう疲れだったり、むくみとかをほぐすようにして最近は過ごしています。あとヒーターとかもついているし、強さ調整も弱中強と3段階あるので、その時の気分とかに合わせて使っています。これも本当に買ってよかったなと思っています。なんかこう年末だし、1年のご褒美としてこういうのね、買うのもありかなと思います。めちゃくちゃ気持ちがいいです。じゃじゃーん、こちらを購入しました。こちらはランドリーバスケットです。今まで家で使っていたランドリーバスケットあるんですけど、それとは別に子供の服はこちらに入れておくのと、これに入れて外でね、洗濯物を干すようにしているので、何かもう一個別のバスケットが欲しいなと思って買ったものになります。ちょっと思ったより大きかったですけど、これが中がね、こんな風になっていて、中をペコってやるとこうして薄く畳むことができるので、使わないときはこう隙間とかに入れておけるし、小さくコンパクトに収納できるので、すごくいいなと思って使っています。で、これランドリーバスケットだけじゃなく、おもちゃ入れとかとしても使えるみたいなので、長くね、使えるかなと思って購入したものですね。ちょっと思ったよりサイズは大きかったっていうのはあるんですが、これもね、買ってよかったなと思っている商品になります。続いてはこちらの2つです。こちらがシトラナ楽天市場店で購入したシトラナシカプロテクトクレンジングバームのクレンジングです。3回目のリピートになります。こんな感じのグリーンのクレンジングバームが入っています。シトラナの香りがすごくハマっていて、特にクレンジングバームは香りが強いなという印象です。で、こちらのカールエッセンスってものも香りいいかなと思って使ってみてはいるんですけど、なんか若干多分同じ香りではあるんですが、このバームとこの液状のものとで香りが若干変わるのかなと思って、あんまりこれはこれほど好きな香りではなかったのと、とりあえず今使ってみてはいるんですけど、リピートはちょっとまだ考えてはいるんですが、とにかくこっちのクレンジングバームの使い心地と香りがすごく気に入っていて、リピ買いしました。はい、ということで今回は最近の購入品をご紹介しました。産後なかなかね、外に出られない今、ネットでの買い物は本当にね、助かっていて、入院中もこれ欲しいだろうなっていうものはもう
結構ポチポチ買っていました。そして最後にもう少しだけ楽天市場についてお話しさせてください。楽天市場は今年最後のスーパーセール期間中です。今ならスーパーセール連動企画でいつもの日用品が最大 50% ポイントバックを実施していて、かなりお得にお買い物ができるプラスディール商品がこちらだとすごく見つけやすいです。いつもそうなんですけど、私はスーパーセール期間中にもう絶対に使うような消耗品をそのタイミングでお得に買うようにしています。明日10日はゼロがつく日なので、さらにねお得に買い物ができるので明日まとめ買い予定でいます。他にも楽天サービスを使えば使うほどお得になるスーパーポイントアッププログラムというものもあります。僕ね、なんでそんなに楽天でお買い物するんですかっていう質問もいただくんですが、ポイントのシステムだったりイベントとかいろんなものをね理解していくと、よりねやっぱお得に買い物した方がいいなって思うようになって、そこから完全に楽天市場の沼にハマっていっています。まあ、貯まったポイントを次の買い物に使ったりとか、あとは外のお店飲食店とかでも使うことができるので、そういうところでポイントを使ってお得にポイントを楽しく貯めながらお買い物をしています。楽天でのね買い物がまだ初心者さんの方だったり、私よりももっともっと詳しくていっぱいねポイント貯めてる方も私のね動画を見てくださってる中にはいらっしゃると思うんですけど、いろいろ知っていくと本当に沼にはまって楽しくなるので、ぜひね楽しくポイントを貯めてお買い物できたらいいなと思っています。私楽天ルームもやっているので、そこにね今回のスーパーセールで買ったものだったり気になってるものだったりね、お得な商品とかも載せておくようにしているので、ぜひねそちらもチェックしていただきたいのと、一緒にね楽天市場で楽しくお買い物ができたらいいなと思っています。ということで今日も見ていただきありがとうございました。それではバイバーイ。